月から来た月の民、青色の星の地表に住んでた20の国とその連合国で、地下に住んでたなんか第三勢力。うん、だからこれは、やっぱりキーになるのはカリブーっすよね。カリブーの言うあの人が誰かによっては、でもなんかいろんな説ありますけど、話の流れメタで考えると黒ひげに知られねえと物語大きく動かなそうな感じはするよな。クロコダイルとかミホークとか、内側に教えたとして、クロスギルドがワノ国を襲いに来るとかあんのかな。クロコダイルはプルトンは手に入れたいでしょうけど、ポセイドンとかね、なんだろうな、クロスギルドがプルトンポセイドン手に入れてもなんかそれが脅威になんないんだよ。むしろなんつうの、その攻撃を政府に向けるはずじゃん、海軍とか政府に。つまりルフィたちの物語にとってそれはお膳立てにしかならないというかね、脅威にならないという。これが脅威になるとしたら、やっぱり黒ひげがプルトンとポセイドンを手に入れるのか、どちらか一方だけ手に入れるのかとかの方がこう脅威になるというか、それを奪わないと世界ひっくり返せないとかね、そっちになるんで。それこそカリブとミホークの共通点みたいなね、カリブーの特徴的なこのカーブしたヒゲみたいなのが、このクライガナ島のなんだろう、島の形状にね、大きくこうカーブしているものがある。だからヒゲとその示唆があるっていうね。で、クロスっていうのもね、あの夜もそうだし、ミホークにはクロスというか十字架要素があると。で、カリブーのその T シャツっていうところにもクロスされたロゴマークみたいなのがあるっていうところで、あとは目の一致だよね、その三重の目っていうので。これ私カラコン説をしてますけどねミホークに憧れているカリブーがミホークに少しでも近づきたいからカラコンをしてるっていうね、3つの目の。まあそれはどうなのかわかんないですけど、半分ギャグみたいなもんですけど、そう考えるとカリブーの言うあの人はミホークになるんですけどね、様々な共通点と暗示から。ただミホークにプルトンとポセイドンとか財宝のありかとか教えたところで全部興味なさそうみたいな。ミホーク全部興味なさそうだから物語進まなそうな気もするんでね。やっぱりそうなると暗示はあるけど、やっぱり黒ひげなのかなって今は思ってますけどね。どうなのか、可愛いなそれなんかありそうじゃない。だってメガネがあるんだからね、ワンピースの世界に。コンタクトがあってもおかしくないしね、カラコンとかが。まあさすがにちょっと時代が、メガネができた時代とカラコンができた時代って差あるから、今もでもホログラムもできてるからなんとも言えねえか。そう、海兵殺しとね、海兵狩りっていうね、ミホークとカリブの共通点もありますよね。いや、これはだから何を意味しているのかっていうところですよね。地球風洞説がオマージュされていると思うと。最終章ね、ルナーリア族とか海底火山、地底王国、空島、南極、この辺りの考察が4つあるので紹介させてください。1、仏教の経典や旧約聖書に登場する地底王国アルザルは百獣海賊団キングアルベルの名前の由来で、ルナーリア族が地底の極限環境で生きられる特異体質であれば政府の耐久実験の説明がつきます。またゾロはキングの技をマグマみたいな炎だと表現していることから、ルナーリア族は海底火山と結びつきますと。作中でたびたび海底火山が描かれます。空島手前で登場したモンブランクリケットはノックアップストリームの正体について、海底のさらに奥深くの大空洞に流れ込んだ海水が地熱により水蒸気爆発を起こすと説明しており、地底空洞の存在を明かしていますと。確かにもう断面図もあるね、ワノ国の断面図みたいな感じで空洞がこうやってあるんだよみたいなことを説明してくれてたよね。さらにジャヤの黄金鏡シャンドラと地底王国の理想鏡シャンバラは名称や地図上のドクロの右目位置がほぼ一致しているため、空島は地底王国とリンクしていると言えますと。この2つまででだいぶ熱いし、根拠も揃えられてる感じしますけどね。黄金都市シャンドラと地底王国理想鏡シャンバラ、地図上のドクロの右目とか、それもね実際画像見たいし。3、空島への航海にはサウスバードが必要でしたが、地底にも南バードが関連します。アメリカ海軍リチャード・バード少将が南極上陸にて地底都市を発見したという記録が実在します。でさらに南極には蜂の巣山と呼ばれる岩山があり、海賊島蜂の巣のモデルと仮定するとロックスの儲け話は地底関連で、シャンクスとバギーの南北論争は地底の示唆とも取れますと。本当にこの地底世界みたいなのがあると仮定した場合の先駆者になり得るようなね、いい感じの構造。地球空洞説は大航海時代の到来と20世紀の科学の発展により衰退したと言われますが、これを地底王国とロックス海賊団はロジャーとガープの到来とベガパンクの科学力により消滅したと置き換えると、ロトマレ事件にも寄せて考えられ、さらにウソップのゾンビは地底人発言の伏線や、急遽制作された D の一族ローの海賊船が潜水艦であることも地底暗示ではないかと考えておりますと。スモッチ先生は地球空洞説や地底王国オマージュはあり得ると思いますか？いや、もうこれここまで聞いたらあり得るとしか考えられないですけどこの人すごいな、なるほどなっていうね。サウスバードとバード少々とかさ、この1個目2個目もなんかすげえ納得度高かったよね。ゲラツのうっかり正解暮らしでも、まあモグラが地底を掘るとかね。で、あとインペルダウン 5.5 番地、革命軍のあいつとか地底を操作できるやつとか、まあその辺で示唆はあるし、なんか大きいところでそれが物語の根幹に関わって
ていくとしたらもうちょい暗示が欲しい感じはするっすね。正直月が大事になるって言ってエネルのスペース大作戦とか空島での壮大な月の感じとか各章にも一巻の最初の方から月っていうのが印象的に描かれてきているみたいなのがあるからこそ月を想像していくのが熱かったりするんですけど、この現実世界の地球空洞説と細かいリンクっていうのはあるんですけど、ワンピースの作中に地底に通ずる何かがあると、まあ下脱のうっかり正解暮らしのモグラとかは熱いけどね。あとまあプルトンが地下の神様で地下のさらに地下にあることが判明したんで、この辺で繋がったら熱いみたいなところか。ワンピースの重要な謎って、まあ、空白の100年とか D の一族、古代兵器、あとまあ麦わら帽子とかね、その辺なんですけど、D っていうのが半月で、青色の民と月の民のハーフで、まあそれがコミックスの何巻かのね、ルフィに翼が生えててウィンクしているみたいなね、あれはハーフを示唆しているみたいなのはまあ有名ですが、そっちは物語の根幹とルフィの出世とかジョイボーイたちの出世とかに直結していきそうな感じがするんですけど、地底っていうのが D の一族に絡んでくるのか、その20の国の王たちに絡んでくるのか、なんかその辺の示唆がないからなのかな。なんかこう素直にこうスッとは入っていけねえのが多分そこだな。空白の100年にどっちの勢力にその地底っていうのがあった、レッドラインの上にあった神の国とか栄えた巨大な王国、月の古代都市ビルカとかはあるんですけど、第三勢力になるのかな。地底に空洞があってそこに第三勢力がいて、月から来た月の民、青色の星の地表に住んでた20の国とその連合国で、地下に住んでたなんか第三勢力、そのだから第三勢力なのか D の一族なのか、そのイメージがつかないみたいなことか。多分なんかそこを D の一族と直結できたり、なんかと直結できるとさらに熱くなっていきそうな感じはしますね。地下に生き残りがいる天竜人が地下から出てきた、うん、なんかねそんな感じとかね、そこに直結できるとさらにこうワクワク度が増していく感じがする、まあ、今でもかなり根拠揃えていて、だから地底空洞説あるはずだっていうねところはいけんす。この先どうなるか、過去何があったのか、そっちに直結できていくとなんか熱いでございますっていう感じなのね。菊池良太さん、千六百ありがとうございます。もち先生はじめまして。イム様の正体はヤギまたは羊の顔をしたミンク族なのではないかと思うのですが、どう思われますか。テンプル騎士団の崇拝した異教の神バホメットがモデルなのではないかと思うのですが、と。髪の毛があるから人っぽいんだけど、まあ能力がってことじゃなくてミンク族ってことなんだ。ミンク族だとしたらどういう感じになるんだろうな。ホオズキ家とミンク族が兄弟分で、巨大な王国対20の国の戦争ではミンク族はおそらく巨大な王国側として戦ったはず、そのうちの一人が裏切ったみたいな話、それがイム様みたいな話なのかな。いやーちょっと難しいですね。でテンプル騎士団に関して言うと、テンプル騎士団のオマージュはむしろジョイボーイとかディーヌ一族方面に採用されてると思うんですよね。団長の名前に D がつくとか、莫大な宝をね残して最後の団長が公開処刑されるとか、ジャック・ド・モレーが処刑されたね、その墓からは頭蓋骨と2本の骨で、それがジョリー・ローザーの海賊旗って呼ばれるようになるとか、異色と海賊に分かれていったとか。でそう考えると、そのテンプル騎士団が崇拝していた羊とかバコメットっていうのはむしろこっち側にあった方がなんかね綺麗な感じはするんですけど、まあそうなるとイム様がやっぱり巨大な王国側のシンボル的なやつで、女性関係のもつれで寝返ったのかわかんないですけど、そう考えるとなんか可能性は出てきそうなね感じしますけど、どうなのかというね。